エイタック本部ドイツ自動車連盟は、本部をミュンヘンに置くドイツの自動車ドライバーをサポートする組織である。略称エイタック。直訳に近い、全ドイツ自動車クラブのほか、ドイツ自動車クラブ、全ドイツ自動車連盟などとも訳される。会員数約1500万人のヨーロッパ最大の自動車連盟で、国際自動車連盟に加盟している。日本でいう日本自動車連盟に相当する組織である。 故障者の修理に赴いたエイタック車両を1903年にドイチェモートラドファーラーファーアイニガングとして設立。1911年にリュゼマイナードイチャ・オータマビールクラブへと改称。黄色地に黒文字でエイタックと書かれた車両によるロードサービスが主要事業。その他に出版、旅行代理店、旅行障害保険、救急事業などを行っており、それぞれが独立した組織になっている。 患者を移送中の救急ヘリコプター、クリストフエウロパイエイタックのヘリコプター救急事業はヘリコプター救急の先駆けである。1960年代後半にアウトバーンでの死亡事故が増え保険金の支払いが増加したことにより、エイタックは保険金支払いの抑制や会員の人命救助の対策を考える必要を迫られた。 その過程で生まれたのがヘリコプターによる救急作業である。1970年11月にミュンヘンのハラヒン病院を拠点にして本格的なヘリコプター救急を開始した。運航費は1974年に社会保険から拠出されるようになるまではエイタック自身が負担していた。使用機は当時の最新鋭機である MBB505A とし、 救急ヘリの1号機は旅行者の守護聖人のクリストフォロスにちなんでクリストフ1と名付けられた。後継の救急ヘリもクリストフ版の愛称が付けられ、クリストフという名前はドイツの救急ヘリの代名詞として国民に親しまれている。発案者はエイタック救急事業部責任者のゲルハルト・クグラー、名誉会長2009年没。クグラーは救急装備をしたヘリコプターが 病院に待機、出動要請から2分以内に医師と救急隊員を乗せて離陸し、現場へ向かう。飛行範囲は半径5 0トル以内とし、15分以内に患者の元へ到着。病院で患者を待つのではなく、その場で救急治療を行うというヘリコプター救急の基本理念を提唱した。この理念はミュンヘンモデルと呼ばれるようになり、ドイツ国内だけでなく、 ヨーロッパ諸国に広まることとなった。ヘリコプター救急は発足以降ドイツ国内で急速に広まった。1984年には拠点数が35カ所になり、この時点で救急ヘリが15分以内で到達可能な範囲は当時の西ドイツの国土の9割以上も及んでいた。さらに、ベルリンの壁崩壊以降は旧東ドイツにも普及するようになり、 2005年には拠点数が80箇所に達した。これにより84%という15分以内の治療着手率の高さを実現している。また1970年には2万1322人だった交通事故の死亡者数が2000年には1970年の3分の1程度の7503人になり、当初の目的であった交通事故の死亡者の減少にも成功した。 ありがとうございます。